I can't watch this on stream, so let me watch some Homo Sapi. Please tell me there's a translated version. There's no translate. Dude, when I saw this on Twitter, he posted it on Twitter, right? And I'm not even joking. The moment I saw the thumbnail, like the moment I saw the thumbnail of this video, hello, like I was like, Dostano, Dostano, Nande Homo Sapi, Nande Majika. Like, I don't know if you guys saw the thumbnail, but dude. Oh my god. What is that? It's like what is that? That's a Homo Sapi thing, you know? That's a Homo Sapi moment for sure. Dude, I don't know how to explain it. Do you guys know, like, when you're disgusted, you, like, shiver? When you look disgusted, you go shiver, like, you go chills? That's what I'm getting, dude. パンダ皆さんこんにちは、ホモサビです。今日は河畔林に来ました。河畔林というのはですね、川に隣接する森みたいなところなんですけど、今日はここでね、中トロを捕まえて寿司を作ってみたいと思います。中トロ、is that 斧です。今日はこの斧で隣に倒れてる They're picking up tree worms. Those what we got that in the Philippines, like on our dead. こういう倒木ですね。この辺の腐った木を掘ります。これを掘るとですね、おや、おー、いたよ。カミキリムシの幼虫です。こいつは多分薄葉カミキリですね。このカミキリムシが昆虫界のトロと呼ばれてるぐらいうまいです。正直トロなんて控えめなぐらいね。はい、うまい、うまそう。これがね、いっぱいいるはずなんですよ。今から掘っていきます。木目をね、こうやってやって、こうやって起こすといるんですよ。おい、いた。ちっちゃいけど、なんかあんまりでかいのいねえな。クワガタ多すぎだろこれ。クワガタめっちゃいる。やばいやばいやばい、クワガタやばい。ポイント移動してきました。意外と取れなかったので、だんだんね、夜が迫ってきててやばいんですよ。おう、黄色スズメバチの新女王ですね。こいつはですね、今からでもちゃんと毒があるので、今すぐあぶねー、刺せるっていう気概を見せてきてくれるんです。おーちゃんさんとスズメバチ取ってきましたよね、新女王。この新女王は温度が地気圧の中で冬を耐え抜きます。そして暖かくなったら新しい巣を作るためにまた飛び立つわけですね。まあ言うまでもない常識ですが、こいつも食べられます。まあまあサイズが出てきた。やっと出てきた。初日は敗退かもしれません。いや、初日の戦果は乏しかったけど。ではお醤油を入れて、わさびをピュッと。はい、まずこちらカミキリムシの幼虫です。 Wait, 待って、ちょっと待って。 Is he eating it raw? Is he eating it raw? ありえない。 Stop.チュンチュンチュンとつけて、いただきます。え、マジでトロじゃん。なんか油がちょっと少ないトロ。ガチでうまい。え、これ寿司いけるわ。次はクワガタですね。こいつクワガタはね、本当にロカレホモサピ。こいつ It's hairy, dude. What is that? He's eating it raw, man.クワガタはね、本当にまずいんですよ。炙ります。 Oh, he cooks it, he cooks it. いただきます。 Safe, safe. うわ、土風味のカニ味噌。黄色スズメバチの新女王が食べます。こいつはまあね、前も食べたんで特になんということはないんですが、焼けました。いただきます。 This poor bee! He just found this poor bee and now he's eating it! Come on, man!うん、He eats everything, bro. I can't.
What is this guy? 2日目です。今日こそは撮りたい。前回と別の下半輪に来ました。これ見るとわかるんですけど、明らかに先行者が割ってます。っていうことはこの木の条件がいいってことなんで、1匹いたとこには何匹もカミキリムシがいる可能性があります。これとかもろに食根ですからね。食べ進んだ後、おっ、このお尻はまさかの、見ましたよ、やばサイズのカミキリムシ。これを探してた俺は。ここまで来たら無理に斧で取り出さずに、このピンセットを使ってね、こうやって取り出す方がいいです。これですよ俺が今日。これがマグロのトロなの。よっしゃ、バン。 Why is it juicy? もっと来た。この木やっぱいっぱいいるわ。もっとでかいの欲しいな。 Stop! いねえや。 Why is it juicy, dude? 次こっち行ってみっか。やるか。The BGM, the background music. これもじゃない？あ、これもだ、これもだ。やべ、フィーバー来た。あそこに見えるのもそうじゃない？あれそうでしょ。うわ、うわ、トロだ、トロだ。しかも見て、ここにもいる。やべえ、みんな。当たりの際来た。わあ、でっけえ。ここにもケツ見えてる。キモい。ここ何？宝くじ当たるよりすごいんじゃないかこれ。やばい、みんなフィーバーすぎる。ここまでのレベルに、ほら、やばい、やばい、でかすぎる。これが寿司になると思うんですよ、俺は。虫界のトロと呼ばれるこのカミキリムシならね、昆虫寿司という俺の夢を叶えてくれるんじゃないかと。今日はそういう動画なんですよ。こんだけ取れました。こいつらを洗いましょうね。土がついて味が落ちちゃうので。なんか泡立った。あ、全部洗えたら次は串に刺します。うやば、グロ、なにこれ。今急に気づいたけど、これグロ。火つけます。よいしょ、炙りましょう。なんで炙るかっていうと、こいつらね、炙るとピンって伸びるんですよ、エビみたいに。その方が映えるんで炙ります。あー、いい香りすんなこれ。お祭りの屋台の香りがするぞ。伸びてきた、伸びてきた。あとやっぱり消毒ですよね。虫を生で食べる。 Oh my god. Okay, he's cooking it. He's cooking it. しかも今回半分土に埋まった木ですから、 This is slightly better. 表面ぐらいは炙った方がいいですね。 He's cooking it. At least it's not raw. エキノコックスっていう寄生虫、動物の糞便とか土を媒介して。 Wait, what is this? What is it?Eating bugs raw is true. He ate one! Homo sapi. みんな、bug ro sashimi はめちゃくちゃやばいです。What's wrong with you, man? 感染する寄生虫があるんですけど、それマジで人が死ぬので、土は食べない。あと生水はそのまま飲まないっていうのがね、非常に重要です。とにかく加熱が大事ですね。米です。寿司酢をかけます。お酢です、お酢。酢飯を作ってます。めっちゃパラパラなんだけど、これ。あ、チンしてねえからか。これチンしなきゃダメなご飯の。見てこのチャーハンかって感じだよ。一回温めよう。まあまあ汚ねえ川の水を汲みまして、川の水を乗せまして、でこれビニール袋ですね。さっきのパラパラの米を入れて、これで湯煎します。電子レンジでチンするやつですけど、湯煎でもまあそんなに変わんないんで。でかくねこいつ。うわ、でかっ。見てください、これ。カミキリムシは名前の通り顎の力が非常に強いです。成虫と幼虫だとね、幼虫は数段落ちるんですけど、それでもね、あの朽木の中を食い進むだけの顎の力があるんで。見てくださいよこの牙。ちょっと噛まれてみますね。えっえっ、せえな、お前。クワガタのメスよりは弱いかなって感じですけどね。火止めます。お、全然違う。パラパラじゃない。 Wait, what's that?、ね、火止めます。Just random stuff. 全然違う。パラパラじゃなくなった。あ、できてる、できてる。そしたらこちらにさっき炙ったカミキリムシを落として、これがネタですね。ネタ、寿司の心得は皆無ですが、適当にやっていきましょう。ではこちらのシャリに贅沢にでかいカミキリムシを乗せちゃいます。3匹ぐらいのスチャッカーなかな。ちょっと中くらいの思いっきりのスチャッカー。やばい、あー、シャリが崩壊して大変リミットか。 Oh my god、 寿司よ、見てみる、寿司。職人さんに怒られそうですけど、まあ、素人なんで許してください。いいっすね。おい、アリ、俺の餌だぞ。ドロボー、ギョフ、ギョフ。寿司を握ったことないのに俺よりうまいというけしからん事態が発生したので握ってもらいます。で、おお、すげえ。あざっす。あー、いいね、このウグイスの中で寿司を調理する風情があるわよ。これぞ日本。ユリス見てるか、これがクールジャパンだ。はい、見てるです。完成しました。クールジャ
I have never seen that in any Japan. 映えるな。じゃあお醤油入れ。ホモサビ。日本じゃないです。ホモサビ。ホモサピです。日本じゃない。に、全然日本じゃない。でわさびをくにゅっと出します。わさび重要なんですよね。昆虫って若干臭みがあるやつが多いんで、わさびで匂いを消すことによって格段に味が落ち着きます。わさび醤油。俺の理論が正しければこいつはマグロとか単発系の味なんで寿司に非常に合うはず。わさびとお醤油に軽くつけて紙切り寿司いただきます。うまこれ。均等で出そうぜ。マジでうめえ。なんかさ、ちょっとカニの味すんだよね、やっぱ道だから。カニの味の中トロみたいな感じ。あ、はい、やべえ、寿司だみんな。うめえマジで。お茶飲みたくなってきた。あ、お茶作ろう。よいしょ。この辺の草でいっか。よいしょ。これを入れます。前回のお茶動画で美味しいお茶になる雑草はもう分かっているので、この名も知らない。あ、わなわしだイメージ。なんでしょうねこれ。イネ科のなんかだと思いますけど、まず入ります。He just go, bro. He cooks random shit. He just cook random shit. He sees. Oh, this tastes like crab. What? おい、雑草を投げ入れられるな。煙が出てきたら、これ水を入れます。これ煮ます。紙皿を。おお、紙コップ。まず一口飲んでみますね。うまっ。うめえ。で最後の紙切り寿司いただきます。うん、ここでね、この雑草茶を、うん、これ本当に売らないかな。このお茶うますぎるから、一緒にいるウータムさんとヒロポンさんにも飲んでもらおうと思います。マジうまいんすよ。雑草がそんなうまいわけないじゃない。いや、うまいんすよマジで。あ、お茶普通にうまいですね。じゃあヒロポンさんもいただきます。うまっ。え、セブンのお茶よりうまくないですか。そう、マジマジそう思うんですよ。セブンイレブンで売ってるあのほうじ茶よりうまいと思うんですよ。ということで、本日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。できればまた動画を見てください。ごちそうさまでした。うら、Alright, alright, back to watching Valorant.